グラスジョーはアメリカ合衆国のポストハードコアバンド、ニューヨーク州ロングアイランド出身。1993年より活動しており、現在はダリル・パルンボ、ジャスティン・ベック、トゥリジャー、ラング、マニュエル・カーレロの4人がメンバーとなっている。バンドはパルンボとベックがキャンプで出会った後の1993年の夏に結成された。バンド名についてベックはこう述べる。 俺たちにはバンド名の候補のリストがあって、その中でどれが最もクールかという点だけで選ぼうとしていた。当時はマウスピースやカーブーといった二つの単語を組み合わせたバンドが多く存在していて、そこで最初に目に留まったのがスイフトキックだった。本当のところ、俺はどれでも良かったのだけれど、それだと少しばかりダサいってことで、結局はグラスーに落ち着いた。そこに、 特別な理由はないよ。ただ、響きがクールだったというだけで。1994年、バンドは最初のライブをニューヨーク州のオーシャンサイドにて行う。バンド活動初期、ベックとウェインストックはユダヤ系ストレートエッジメタルコアバンドであるサンズオブ・アブラハムとしても活動していた。ここでの活動はグラス上にも多大な影響を及ぼしており、 ファーストアルバムに収録された、ハーティングシュビングは、サンズ・オブ・アブラハムにて、初期に書かれた曲である。同時期、パルンボも自身のストレートエッジバンド、エクスバステ・ドックスとしての活動を掛け持ちしていた。ニューヨークのハードコアシーンで活動していた頃のバンドは、メンバーチェンジを頻繁に行っており、初期のベックの担当楽器はドラムであったが、1998年に、 アリエル・テルフォードが脱退すると、ベースに転向し、1999年に、クリス・バルドウィンが脱退し、マニュエル・カーレロが加入すると、リードギターに転向した。1994年から1999年の間、バンドは、数回にわたって、デモをレコーディングしており、その中の曲はいくつか、後に、リリースされる作品に収録されているが、 そのまま日の目を見なかった曲も多い。1997年にレコーディングされ、彼らの名前を一躍有名にした5曲入りの EP、キスキスバンバンは、同年に2000ツアー、ポップレーベルからインディーズリリースされ、後の2001年にはレーベルを介さず再発売された。この EP に収録されている、スターアバーブマイベッドは、現在でもセットリストに加えられるほど人気が高い。 1999年にドン・フューリーを迎えて行われたレコーディングは後にリリースされるデビューアルバム Everything You Ever Wanted to Know About Silence に収録されることになる曲を多く含んだ重要なものとなった。1999年バンドはロス・ロビンソンをプロデューサーに迎えてファーストアルバムである Everything You Ever Wanted to Know アバウトサイレンスをレコーディングするためにカリフォルニア州マリブのインディゴランチのスタジオに入ったロスと契約を交わした際の出来事をベックはこう語るロスは俺たちが練習している時に現れたそして俺たちが曲を演奏し始めると彼は立ち上がって手を振りこう言った終わったついに終わったこれだよ契約しようこれに関してロス・ロビンソンはこう述べる そのアルバムでの私たちの目的はアディダスロックを駆逐することだったんだ。これは当時交流を極めていたニューメタルムーブメントに属する彼がプロデュースしたアディダスがスポンサーとなっていた一部のバンドに対するある主事悲劇的な姿勢である。バンドの音楽性は攻撃的で激しいものであったが、その反面、When One h t Becomes t w o Zeros ハーミドルネームイズブーム ピアノといった叙情的な側面を持つ曲も収録されており、その流れを組む大作、Everything You Ever Wanted to No About Silence は、さらにパルンボ自身のクローン病について歌われた、個人的なものである。だが、基本的なバンドのスタイルは、パルンボが出会った人間に対する苦々しい怒りに、溢れた感情を、彼のなどを切り裂かんばかりの力強い叫びと、 ユニークかつメロディアスな歌声に乗せるというものだった。このアルバムはポストハードコアにおける画期的な作品だと評価されたが、その評価に反してレーベルはアルバムのプロモーションにほとんど力を入れず、バンドはロードランナーレコードに対する不信を募らせた。そして問題はさらに悪化することになる。ツアー中にパルンボがクローン病の発作を起こし、彼の激しいパフォーマンススタイルでは、 致命的な段階に至りかねないにもかかわらず、レーベルは彼が残りのツアーの日程を消化せずに休息を取るのは許されないと主張したのだ。このツアーではデフトーンズに帯同する期間とソウルフライトの6週間のヨーロッパツアーの期間でラリー・ゴーマンがドラムを担当した。バンドのラインナップはマニュエル・カーレロがツアーの日程に不満を持っているという理由だけでロードランナーレコードによって バンドから外されて以来変わり続けていた。2001年、バンドはロス・ロビンソンと共に翌年にリリースされることになるセカンドアルバムであるウォーシップトリビュートを制作するために秘密裏にスタジオに入った。彼らは数々の問題を抱えていたロードランナーを去り、自らのアルバムを他のレーベルに売り込み、最終的にワーナーブラザースレコードと契約した。 このレコーディングでは、ドラマーとして、ラリー・ゴーマンが公式に加入したが、時間を短縮するために、ロス・ロビンソンと交流があり、後にゴッドスマックに加入するシャノン・ラーキンが、ドラム奏者として参加し、ベックはギターと並行して、ベースを担当するなど、かなりの迅速化が図られた。このレコーディングで特筆すべき点は、ロス・ロビンソンが、ドラムの録音時にクリックを使わなかったことである。 これは彼のクリックは音楽を本質から遠ざけてしまうという信念に基づくものであった。エープとスミル、マスト、ブイーランオールデイ、ザジレットキャバルケイドオブスポーツ、コンビクトゥ o r などの曲に代表される形でジャズとアンビエントに受けた影響を盛り込んだアルバムはよりメロディックで成熟したバンドの姿を見せつけた。パルンボはこのアルバムについてこう述べる。 これは影響の混合物なんだ。コラージュという言葉がこのバンドを表すすべてだ。バッド・ブレーンズ、アンスラックス、ザ・キュアー、スクイーズ、その他多くのバンドすべてへの賛辞なんだ。今作では、前作で聞かれた反抗的な要素は減退し、パルンボは、より指的で知的なアプローチをとっている。このアルバムでのツアーでは、レコーディングに参加したデイブ・アレンがそのままベースを担当した。 バンドは2002年から2003年の間、ワープドツアーやオズフェストに参加するなどして、世界中をツアーしたが、2002年の10月に、パルンボがクローン病の再発によって、パリでの入院を余儀なくされたことによって、ドイツとイギリスでの日程は、キャンセルされた。パルンボはここで腸の手術を受けている。これによって日程は12月まで延期されたが、パルンボをまたも悲劇が襲う。 2003年の4月、スコットランドのグラス号で、彼はまたも入院せざるを得ない状況になり、イギリスでの日程をキャンセルすることとなってしまったのだ。バンドは2004年に活動休止を宣言し、パルンボはラリー・ゴーマンを含む新しいバンド、ヘッド・オートマティカを結成し、ベックは復職の仕事に携わることになった。2004年の終わりには、トッド・ウェインストック、デイブ・アレン、 ラリー・ゴーマンの全員がバンドから解雇され、バンド内で何らかの和解しがたいトラブルが発生して、解散したらしいという噂話がささやかれる中、グラスジョーとしての未来は暗礁に乗り上げた。冗談であると思われるが、実際バンドのウェブサイトには一時、リップグラスジューと表示されていたことがある。バンドは解散しているということを否定し、現在進行中のパルンボのクローン病が、 活動休止の理由の一つだと発表した。メンバー間でのコミュニケーションが断絶している中、少なくとも、トットの預かり知らぬところで予定されていたライブは、それが彼への通知だとするのなら、バンドから排除されたことを意味していた。トットは、バンドのウェブサイトで一家の声明を発表した。みんなが俺に12月に予定されているグラス状のライブについて聞いてきた。 でも俺はそれについて何も知らないんだ。そこでパソコンで確認してみると確かにライブは予定されている。少し考えた後、これは単なるミスだと思ってベックに電話して確かめようとした。そこで俺はベックがグラス状について俺とは全く違うビジョンを持っていると知ったんだ。俺の知る限りベックは自らギターを弾きパルンボと ドラムとベースの二人の雇われミュージシャンでライブをする、つもりだ。ベックのグラス上についてのビジョンを知った後、俺はもうそこにはいないんだと分かった。それをどう受け止めればいいのかは分からないけれど、とにかく俺は動かなければならないみたいだ。そして彼は脱退すると、メンウィメン,アンドチルドレンを結成した。2005年、およそ2年の活動休止の後、バンドは3つのライブに出演した。 うち一つはニューヨーク州ファーミンデールで模様されたチャリティイベントで一つはザ・ユーズドのツアーでの出演だった。これについては当初彼らはすべての日程に帯同する予定だったがこの時パルンボのクローン病が悪化していたヘッド・オートマティカの全米ツアーもキャンセルされている再結成時マニュエル・カーレロはザ・ジャイアントというバンドのメンバーだったが 5年の時を経て、アレンの公認として、グラスジョーに加入した。初期のバンドメンバーであった、ドゥリジャー・ラングも、ラリー・ゴーマンの公認として加入した。ギタリストが、数と分空席となっていたが、バンドはこのメンバーを補充せず、4ピースという形を維持した。2005年10月、バンドは、ウォーシップトリビュートに収録されなかった、B 面曲を集めた EP。 エルマークをリリースした。2006年11月には公式サイトも再び更新され、その年の12月にデフトーンズのサポートとしてツアーを観光し、ヘッドライナーとしても数公演行った。このツアーで最も良かったことは、それができたことだ。パルンボは言う。また2006年の大晦日、彼らはコネチカットで開催されたフェスにヘイトブリードらと共に出演した。 グラス上の公式サイトには7.77という文字が太字で表示され、イギリスでの一度限りのライブを予告した。すると、次はファンサイトである g l a s s j a w n e t にて、ウォームアップライブとして6.77という日程も予告された。それらのライブはイギリスにおける直近4年間での初めてのものとなった。2007年の終わりには、 アメリカの各地でもヘッドライナーとしてのライブを行った。それらのツアーはバンドが頻繁にライブをキャンセルすることを皮肉り冗談めかして100%メイビーツアーと名付けられた。またニュージャージーではアゲエンストミーと共にヘッドライナーとしてフェスに出演も果たしている。これらの間にグラス上のマイスペース上に掲載されていた曲が消去されヤムヤムという曲が 新たに公開された。これはディストーションのかかったドラムラインのループトラックで、最後の数秒間はディストーションが取り去られたドラムが登場するというものだった。6日後、その曲が削除されると、今度はラストリスプという曲が公開された。これはヤムヤムとは違い、最後の処理がなされていないベースラインのループトラックだった。それらはレコーディング中である次のアルバムの切れ端である。 グラスジョーのサードアルバムについては2002年にまで遡る最後のアルバムのリリースに鑑みるだけでなくその現状やリリース遅延に関しての情報が欠落していることから予想はかなり難しくなっている2006年7月のパルンボのインタビューによるとすでに彼らは次のアルバムに向けてアイデアをいくつか出し合いレコーディングも進めており2007年には リリースできれば良いと述べている。この時、パルンボは、アルバムは一つのテーマに沿って制作されるかもしれない、ことを示唆している。2007年11月、近年では、初めてのインタビューを受けたグラスーは、11曲の楽曲があり、7曲は出来上がっており、4から6曲はもう少し詰める必要があることを、明かしている。ケラングのインタビューでは、パルンボは、 今年の暮レか2009年早々にはリリースされるだろう。できれば、と述べている。詳細が判明したのは2008年の5月で、アルバムはボーカルドリマチであること、あと数ヶ月で完成することが明かされた。同時期のインタビューで、ベックはこう述べている。たった今アルバムが完成して、俺は幸せだよ。これがクソの積み重ねじゃなければ、俺たちはそれを早く、 ライブで演奏したくなるはずさ。まだその正確な日時や計画は決まっていないけどね。2008年6月の GLASSJAW.net によって伝えられたベックのインタビューで彼はこう述べた。俺の個人的な範囲で言えることは今年の終わりにはリリースされるということだ。アルバムは従前の作品のようなロス・ロビンソンによるプロデュースでは なく、ベックが彼の友人であるジョナサン・フロレンスと共に共同プロデュースするという形をとっている。ジョナサンはアルバムのエンジニアも担当している。12曲のドラム、ベース、ギターはすでに取り終えているが、パルンボのボーカルだけがまだ終わっていないという状況である。ジョン・ハッキング・レノン、ヤソ・グルー、スター・アバーブ・マイ・ベッドの再録、ナチュラル・ボーン・ファーマーの ボーカル取りが終わっている曲に関してはすでにライブでも自作収録を予告して演奏されているが、かつて同様に、ウォーシップトリビュートに収録されると予告されていた、コンビクトゥーソとミドウェスターンスタイリングスは収録されていないという実例がある。5番目の未だ名前のついていない楽曲のボーカルがフリースタイルという形でレコーディングされたようだが、おそらく残りの曲に関してはまだ歌詞が、 完成していないのであろうと推測される。アルバムはセルフタイトルになるらしいと噂されており、ベックはデジタルリリースの可能性を示唆した。また彼は自主発売するだろうと発言していたが、前作のようにワーナーからリリースされるようである。ファンはパルンボガヘッドオートマティカのサードアルバムやハウス・オブ・ブローズのデビュー EP など様々なプロジェクトに携わっているため、 アルバムは2010年までは発売されないだろうと推測している。パルンボの健康問題という点でも彼が回復するのにはさらに時間がかかるであろうと予測されている。もしアルバムがリリースされれば、それは1995年以来初のクラス城がトッドウェインストックを書いた状態で作品をリリースするということである。2008年10月14日。 ベーシストのマニュエルカーレロは glasjaw.net に以下のように書き込んだ。俺は部屋をきれいにしなさいと言われた子供のような気分で、けど部屋は依然として汚いまま。そして、子供が部屋の外を覗こうとすると、いつも、もう掃除は終わったのかとすぐに聞かれるんだ。その時俺はすでに部屋の一部を掃除し終えてる。俺は皆に答えたいんだけど、ほとんどわからないんだ。つまり、 ここで率直になろう。俺はベースを弾いてる。俺は自分のやるべきことについて何の迷いもない。俺はバンドがこれから何をするのか全く知らない。ただ、レコーディングが終わったということだけは確かだ。俺は皆にいつツアーに出るのかということを報告できるのを楽しみにしてる。押し紫は俺がそれを知らないということだ。それを誰が知っているのかということもね。 2008年10月23日、サイレントマジョリティのトミー・コリガンが、レコーディングが終わったアルバムの数曲を聴いた感想を明かした。スパニッシュっぽいラテンの雰囲気を持った曲という印象で、それらはヘビなグルーブとオリエンタルな響きを有していた。2008年10月29日のインタビューでベックは、それを肯定しており、ボーカルトリが終わっている5曲に関しては、 アルバムの残りの曲とは違った響きがあり、それらによって作品は二面性を持つことになるだろうと述べている。実は、その5曲のうち4曲は2003年の初期より演奏されており、作曲はそれ以前であると思われる。2008年11月22日、バンドはジョン・ファッキング・レノンのドラムイントロを2022年にリリースされる予定の Don't ask me というアルバムに収録される It's a fucking intro you a s という曲だとしてマイスペースに公開した。それはリリースが延期され続けているアルバムのふざけた煽り文句だとみなされファンの怒りや不満を激化させた。2008年11月28日バンドは彼らのウェブサイト上でジョン・ファッキング・レノンのフルバージョンを公開した。彼らは すべてのサイトのリンクと素材を削除して、バンドのクローシングサイトにリンクされたグラス状の旗を背景として置き換え、長い間公開されていたドラムのループトラックを彼らの新曲に変更した。2009年5月、パルンボは彼のツイッター上で新曲のボーカルのデモをレコーディングしており、ファンはかなり早く新曲を聴けるだろうと発言した。後の六月十四日の投稿では、 今、俺とベックは完成したばかりの EP を、ベックの車の中で聴いてると発言するも、これはその EP が、フルアルバムへと続くものなのか、それとも、当面の最終的なリリースになるのか定かではない、ものだった。しかしこれについては6月23日に、パルンボが、ツイッター上で、スナッチャー2047の質問、あなたの発言を見ました。その EP の後には、 フルアルバムが続いて出るのですかに、もちろんさ。と答えたことで明らかになった。7月20日、パルンボは数ヶ月のうちに EP、そしてフルアルバムがリリースされるだろうと発言した。彼の発言を引用すると EP は5曲か6曲入りで、フルアルバムとは少し趣きが異なっているだろう。新たなグラス上の楽曲は以前よりもはるかに攻撃的なものだよ。 これこそが俺とベックが長い間取り組み続けてきたものさ。俺がかつて思っていたもののさらに上を行く凶暴性があるぜ。とのことである。2009年の秋、バンドはブランドニューのツアーに帯同した。その後まもなく、パルンボ、ベック、マニュエルは GLASSJAW.net のビデオインタビューに応じ、長期にわたってバンドが 作品のリリースから遠ざかっていることについて、21歳の時に我々が下した決断によるものだと発言し、案にロードランナーかワーナーのどちらかとの法的な契約による可能性を示唆した。2009年の12月、マニュエル・カーレロとドゥリジャー・ラングはグラスジの活動に専念するため、セーブズ・ザ・デーを脱退した。これは彼らが一時的な雇われメンバーでなく、 正式なメンバーに昇格したということである。2010年1月、イギリスをツアーしていたバンドは、新曲、All Good j ン n ー i e s Go to Heaven を披露した。このタイトルは、数ヶ月前に、パルンボがツイッターを通して付けたものである。この曲は、約4年ぶりに発表した新曲である、ジョン・ファッキング・レノンと、ヤソング・ルーは2006年に初披露されている。これに加えて、 バンドはかつてライブではほとんど演奏されてこなかったエルマークとコンビクトゥーソという人気 B 面曲をセットリストに加え始めた。グラス上の音楽性はその歴史とともに変化し続けている。エクスペリメンタルロック、アフロビード、ポスト、ハードコア、ラップコア、ニューメタル、ハードコアパンク、プログレッシブロック、オルタナティブロック、サイケデリックロックなど、 彼らを構成する音楽的要素は多岐にわたり、一概にカテゴライズするのは非常に難しい。しかし、彼らのルーツは常にニューヨークハードコアシーンに根ざしており、特にバッドブレインズの影響は大きい。初期のレコーディングでは1980年代後期のユースクルースタイルが大きな要素を占めており、ユースオブトゥデイの絶大な影響を受けている。ベックはフェイスの モアの音楽に対する姿勢に影響を受けており、パルンボもマイクパットンに影響を受けたということを公言している。セカンドアルバムでは、ハードコア以外の様々なジャンルにも敬意が表されており、様々な実験的サウンドを、ポストハードコアという形で一つの形にした。彼らの最近の楽曲、ジョン・ファッキング・レノン、ヤソ・グルー、アンド・ナチュラル・ボーン・ファーマーについては、 東海岸のハードコアの色濃い影響を反映しており、エキゾチックなメロディやラテン、アフリカンのリズムという点で、ディフトーンズやミルヘブンの影響を伺える。パルンボトベックは、ロードランナーとの問題を経験した後も、何年にもわたって、非好意的に、レーベルの話題を持ち出している。彼らは、レーベルの利益にならないよう、ファーストアルバムは購入せず不法にダウンロードするようにと、 ライブに訪れるファンに繰り返し告げた。パルンボは次のように述べる。ロードランナーはふざけてる。あんなのは本当のレーベルじゃない。あいつらは一つの素晴らしい音楽をただの産業に変えてしまう。ビクトリーレコードのような小さなハードコアレーベルの方が完全にロードランナーより上だ。ロードランナーはふざけてる。あれは産業音楽の悲劇だ。ベックは言う。真剣に。 やつらのサポートは受けたくない。あいつらはクズだ。パルンボはロードランナーがバンドに十分なツアーを組まなかったことについてこう述べる。俺たちは自分たちが思っていた半分もツアーをできなかった。ファーストアルバムがもっとサポートを受けてツアーができていたらと今でも思うね。俺たちは2年間ロードランナーにいたが冗談だった。あんなものはレーベルごっこだけの悪い冗談だ。 あいつらは所属するバンドのことなんか考えていない、救いようのない、愚かなビジネスマンだ。奴らには、ニッケルバックとスリップノットって二つの稼ぎ頭がいて、それ以外のアーティストは二の次。そのくせにスリップノットの新作が4プラジナムに達しないところを見るや、いなや、彼らに背を向けたんだ。奴らは発売後、すぐに結果を欲しがるんだが、そんなものは悪い冗談だ。 そんなやり方で大企業を運営しようなんておかしな話さ。2009年の3月にファーストアルバムがロードランナーから再発することを受けてインタビューを受けたベックはこう述べた。最悪だよ。俺たちは何もできないんだ。頼むから買わないでくれ。屈辱だよ。ありがとうございます。